では音楽をお願いします。始めます。ジャッジの皆様こんにちは。日立海浜公園川野辺です。美味しいコーヒーって何だろうと私はいつも考えています。スペシャルティーコーヒーが身近な存在になってきている今、素晴らしいコーヒーと出会うたびにバリスタとしてその魅力をどのように表現できるのだろうと、そんな私にこの大会へのチャレンジがかけがえのない一つのコーヒーとの出会いをもたらしてくれました。そのコーヒーはパナマ90プラスゲイシャエステートシルビアナチュラルプロセスのコーヒーです。華やかで明るい酸、多彩なフルーティーなフレーバー、いつまでも残る甘い余韻、本当に素晴らしいスペシャルティーコーヒーです。産地レベルで素晴らしい取り組みが完成しているこのスペシャルティーコーヒーにおいて私に何ができるでしょうか。このシルビアの魅力的なフレーバーを引き出すためにさまざまな角度からアプローチを考えていきました。お手元の資料をご覧になりながら聞いてください。まずはローストです。今回のローストタイムは約8分間。この短いアプローチによってこのコーヒーの酸と甘さをより明確に感じることができるようになりました。次に重要になるのがこの短時間焙煎におけるベストなエイジングポイントの把握です。4日間のエイジングでこの焙煎のフレーバーはピークを迎えます。ここで重要になるのがガスのリリースです。使用12時間前に一度封を開けて意図的にコントロールします。この4日間のエイジングとガスのリリースがこのコーヒーの酸と甘さをより明確にするための重要なポイントです。焙煎とエイジングの検証から酸と甘さの輪郭が増し、ストロベリーやパインのような酸と甘さを伴ったフレーバーを明確に感じることができるようになりました。さらにこのシルビアの複雑なフレーバーを引き出すためにはボディ感と滑らかな質感をもたらすことも重要です。ここからは私の抽出のアプローチによってその複雑なフレーバーを表現していきます。そのために重要な3つのポイントを実際に抽出を行いながらお話ししていこうと思います。今回の抽出レシピは 21.5g の粉を使い 270g の豆乳湯量で行っていきます。ブリューレ臭は1対 12.5 です。まず1つ目に重要なのがグラインドレベルです。お手元の資料のグラインドの写真をご覧になってください。今回はそちらの写真にあるような粗い粒度でコントロールすることによって焙煎のアプローチで明確になった酸とクリーンな印象を表現していきます。しかしこの粒度ではボディ感をもたらすことができません。そこで2つ目のポイントが豆乳湯量と蒸らし透過時間のコントロールです。それがこのコーヒーにボリュームのある甘さをもたらすことにつながっていきます。1投目の湯量を 50g で行い蒸らし時間を40秒と長めにとっていきます。2投目は 70g 注ぎ、しっかりと落ちきるまで待ってから次の湯を投入します。3投目から5投目はそれぞれ 50g、
合計 270g のお湯を投入していきます。このコーヒーにとってボディ感や滑らかな質感をもたらすことは、酸と甘さのボリュームを引き出すとともに、より複雑なフレーバーを表現するために不可欠なポイントです。今回の水は硬度ゼロの純水を使用しています。それはこのシルビアの魅力的なフレーバーを皆様にダイレクトに味わっていただきたいからです。そして最後に3つ目のポイントは、目標とする TDS を明確に定めるということです。このために今回の目標抽出タイムを4分間でコントロールしていきます。蒸らしから透過時間までの4分間という少し長めの抽出時間によって、今回目標とする 1.25 の TDS を再現することができるんです。この抽出により、よりピーチやチェリーのようなより難易度の高いフレーバーを明確に感じられるようになります。焙煎、エイジング、グラインドレベル、抽出、TDS、 この5つの要素が揃うことによって、このコーヒーの酸、甘さ、質感、ボディをしっかりと伴ったシルビアにとって最も魅力的なフレーバーを表現することができるんです。資料の裏面をご覧になってください。ここから感じるアロマはピーチ、アメリカンチェリー、フレーバーは温かい状態ではピーチ、プラム。どうぞごゆっくりお楽しみください。徐々に温度が下がってくると、ストロベリーチョコレートやパインチョコレート、アフターテイストにカカオ、そしてクリーンでロングアフターテイスト、アシディティはピーチ、プラム、ブライト、スウィーティー、ライブリー、フルーティー。どうぞごゆっくりお楽しみください。そしてボディはミディアムボディ、ジューシーマウスフィル、ラウンド、スムース、そしてバランスはウェルバランスです。お待たせいたしました。どうぞごゆっくりお楽しみください。それぞれの温度帯で複雑なフレーバーの変化を感じられると思います。いかがでしょうか。このシルビアはその素晴らしい魅力を引き出したいという強い思いから、バリスタとしての成長をもたらしてくれました。これからまた素晴らしいコーヒーとの出会いを求め、
美味しいコーヒーを入れていきたいと思います。終わります。第3競技者川野辺美和選手でした。どうもありがとうございます。ありがとうございました。はじめまして。今日ここまで来るのにどんな感じで、すいません、ここのステージに立つまで、はい、あなたは何回ぐらいこのブリュワーズカップにチャレンジされたことがありますか？今回が初めてのチャレンジです。初めてで、はい、ここまで来られた、はい、初めてで、ファイナルまで来られたってことですか？はい。あ、なるほど。コーヒーとの、今までのお付き合いについてどれくらい、時間かかってるんでしょうかね。初めて、競技会出るまでにその前の、コーヒーとの関わり合いってのはどれくらいの時間だったんでしょうかね。関わりの時間ですか？はいはい、僕は生まれた時からコーヒー屋だったりするんですけど、はいはい、なんかそう特別なコーヒー屋さん、なんか思い出があってこうやられた、その思い出があった時間の長さを聞きたい。 ありがとうございました。思い出はですね、はい、このシルビアという豆に出会ったのは本当にここ数ヶ月の話なんですが、ご縁があって巡り合うことができましたので、はい、そこからも全力で、なるほど、はい、向き合ってきました。やっぱりここに出るっていうのはやっぱり努力なんか決断の瞬間があったわけですよね。私は大会に出るぞと。そうですね、コーヒーを学ぶきっかけをいただいて学び始まってからどんどん追求したくなってきて、おいしいコーヒーってなんだろうっていうのを純粋に考えたときに、おいしいコーヒーのことを毎日考えている皆さんの中に自分も飛び込んでみたいなって。おいしいコーヒーの世界っていうのはやっぱり楽しいんでしょうかね。楽しいと思います。入ってきてよかったと思います。はい、よかったです。はい、他の例えばラーメン屋さんに勤めるとか、はい、ピザ屋さんに勤めるとか、いろんな飲食業、蕎麦屋でもいいんですけども、はい、コーヒーでやっぱり良かったかなって思うもんなんですかね。そうですね、答えが一つではなくて、他のどの食材でもそうだと思うんですけど、突き詰めれば突き詰めるほどどんどん美味しい方法ができるというのはすごく魅力的なものだと思います。美味しいコーヒーの世界に入ってこれて良かったという川野辺美和選手でした。もう一度拍手お願いします。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございました。